票の交付式にあたりまして、窓口のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。また記者の皆様には記者会見に引き続きましてお集まりいただきましてありがとうございます。特別住民票の交付式を行います。カヌマン、ベリーちゃん、どうぞ。カヌマンとベリーちゃんは鹿沼市の PR のため多方面で活躍いただいております。本日はその功績をたたえ、鹿沼市民の一員となっていただくため、市長から特別住民票を交付いたします。市長お願いいたします。県覧郷土カヌマン特別住民票、カヌマンの皆さんにはこれまでもカヌマ市の発展と、そして市民を勇気づけるために大変ご貢献をいただきました。特別住民票を候補させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。ベリーちゃんには市政50周年の時以来ですね、これまで、カヌマンが登場するまではその一心にカヌマ市の PR を担っていただきましてありがとうございます。今度は仲間も増えたことですので、一緒にカヌマ市民の勇気づけ、そしてカヌマ市をより多くの皆さんに知っていただくために、引き続いてのご協力よろしくお願いいたします。ベリーちゃん特別住民票交付させていただきます。おめでとうございました。それでは市長から一言コメントをいただきます、はい、お願いいたします。ただいま県覧郷土カヌマン、そしてベリーちゃんの一団体、そしてまたベリーちゃん一キャラクターですね、ただいま特別住民票ということで交付をさせていただきました。今も申し上げましたけども、本当にカヌマンにしてもですね、ベリーちゃんにしても、いろんなカヌマ市のイベント、そしてまた対外的な PR の機会に、参加をいただきまして、本当に大きな役割を果たしていただいていることに心から感謝を申し上げる次第でございます。市民の中にもですね、すっかり定着をして、何かこういつ来るのか、いつ来るのか、今日は来てくれるのか、来ないのかということで期待も高まっているということで、引き続いて鹿沼市の PR と、そして市民が元気を出してですね、この町に住んでよかったなと思っていただけるような、そして心の安らげる町づくりのために、今後ともご支援ご協力のほど心からよろしくお願いを申し上げる次第でございます。ぜひこれからも行政と手を携えてともども努力していくことを私自身もお誓い申し上げて、皆さん方のご協力を重ねてお願いを申し上げながら挨拶とさせていただきます。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上をもちまして特別住民票の交付式を終了させていただきます。ありがとうございました。なお、この住民票は住民の皆様にもお渡しいたしますので、市民課にお問い合わせをください。以上です。一緒にポーズお願いします。
30秒前、うちの方でケーブルテレビで、おめでとう、明けましておめでとうのビデオを出させていただいて、作りがすごく良かったんですけど、ありがとうございます、私が、今度は成人式でね、本編を上映するあれが5分ものの短くしたものなんですけど、はい、成人式向けに作ったものが非常に好評だったんですから、はい、まあ、どこに出すっていうのはまた別にしても、はい、まあ、今後もそういうストーリーのある15分ぐらいのものとかそういうものも考えたい。そうですね、できればやりたいなというふうに思ってますけど、何せ編集がね大変なんで、はい、なんか一つね、なんかネット配信でも何でもいいんで、なんかそういうシリーズものみたいなのもね、ちょっとできればなっていうふうにはちょっと考えております、はい、まとまったものを、うん、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、どうもお世話になっております。